うしょいてみでーす。どうも、はしゃちゃんです。はい、どうぞ。お願いします。はい、なんすか今日は。はい、今日はちょっと撮影ということなんですけど。なんか持ってきたんでしょ。そうです。しょいさんがピッチャーをやってるじゃないですか。まあ、ちょっとだね。まあ、ちょっと。で、ちょっと自分ではレビューできないグローブがあったんで。なわけないやん。はい、ちょっとそれをやってもらおうかなと思って持ってきました。そんなわけないでしょ。あるんですよ。グローブ全部出してんじゃん。まあ、それで、はい、ピッチャーも出して、キャッチャーも出して、ファーストも出して、内野側も出して、はい、何がレビューできないの。じゃあ見てもらえばわかります。はい、こちら。何色これですか。シルバーです。シルバー、はい、しかもオールシルバー。オールシルバーです。これやば。よくゴールデングラブ賞ってあるじゃないですか。うん、うん、で、あのメーカーとかのサンプルでゴールドのグローブ、うん、一色のはよくあると思うんですけど、これは全部シルバーっていうグラブをちょっと持ってきました。なに、はい、でですね、ちょっと今チラッと映ったんですけど、はい、このメーカー知ってますか。いいだから、アスカ、アスカ。あー、惜しいですね。アサダ。違います。あ、何よ、あって。はい、この A はですね、群馬から来てるんですけど。群馬が来てんの。はい、群馬、暁。あ、違います、惜しい。ヒントは山。あ、赤城。そうです、赤城グラブというメーカーになります。これ自分の知り合いが今準備でいろいろサンプルを作ってるんですけど、その中の1個のこのシルバーっていうグラブです。これ使えるんですか。これ公式戦では使えないんですけど、記念品とかサンプルなんで、まあキャッチボールもしていいという。マジで。はい、あの許可をもらってちょっと今日借りてきてます。どうですか。はい、すごっ。えキラキラすぎやろ。記念品の時にグローブ白とかあるじゃないですか。うん、けどこれだったらもうあの置いとける文字とかも入れてプレゼントしたりとか。確かに文字入れやすいね。入れやすいと思います。しかもこれライナーバックの小指2本なんですよ。マジ。あ、ちょっと入れてみてください。手、あ、普通に入んねえ。入んないですか。小指だ。あ、そう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 。で、小指2だ。はい、小指2で、やばで、縦閉じマー君やん、ダルビッシュやん。そう、縦閉じ、こっちのここ。どこ見てもここ縦閉じですね。いや、これどこ見ても銀なんだよね。そうです。こう太陽がこの照り返してるんですか。いや、そうですね、そうですね。これが今日きついね、これ。これグランドで使ってる人いたらどうしますか。もらう。もらいます。まあ、見ちゃうよね。見ちゃいますよね。見ちゃう。ちょっとそれを今日は体験してもらおうというふうに思います。高そうやな、これ。実はそんなことないんですよ。マジ。はい、まだちょっとその今サンプルの段階なんで、うん、まだ公式販売してないんですけど、3万は切ってます。マジで。はい、よへ、買おう。銀があれば金もある。金もありますね。あります、あります。やばいな、これ。はい、すごっ。革質はどうなんですか。革質はやっぱ落ちますね。そうだよね、ちょっと革質は落ちてるけど、はい、見た目のインパクト、まずこの目で見るっていうところで、はい、まあ、みんなこう、みんなこう止まるよね。絶対止まりますね。これがこう、なんか街中にあったら絶対こう、まあ、それはそうなりますね。なるよね、絶対ね、はい、やっぱゴールドってみんな見てるじゃないですか。そうだね。シルバーってなくないですか。確かに。今日はそれを実際に使って投げてみての感想を、マジ、あと、まあ使ってみての感想と、あと動画でどう映るか、その辺見れたらいいかなというふうに思います。この状態でもちょっと、いや、この時のそうです、この状態です。はい、感謝してカメラ映っちゃうんじゃないかっていうぐらいですね。ね、大丈夫これ、はい、すごいね、マジで。すごいですよ。言葉を失ってる。行ってきましょう。はい、お願いします。はい、ちょっと翔平さんが今自分のグローブを使ってるんですけど、はい、こっちから見てまずどうですか、第一印象は。いや、もう派手すぎるなっていう。やばいっすよね。やばいっすよね。アルミホイル巻いてんのみたいな。あ、確かに。それちょっと失礼ですね。カップで。いや、使いましょう。でもそう思っちゃうくらい見慣れてないってことですよね。反射がすごいですね。やばいですね、確かに。これいいな、この絵がやばい。見慣れなすぎる。足して2で割った感じでいいの。どう。いや、こっちからしたら超新鮮です。どう。音も普通になりますよ。なる。取れますね。全然取れます。なんなら翔平さんが今まで人生使ったグラブで一番派手なんじゃないですか。そうっすね。派手だけどないけどね。そんな今まで。まあ、確かに。まあ、そんな派手な、派手なランキングに入るほどの。うん、どうすか。いや、こっちから見たらめっちゃ新鮮でいいっすよ。普通にかっこいいブルーだと思います、これは。うん、この時がやっぱやばいっすね。違和感しかないです、この時の。なんかあの編集で切れるんたんかっていうくらいっす、色を。マジか。さあ、皆さん、このグローブ使いたいか使いたくないかコメント欄で教えてください。使いたい。ありがとうございます。音も悪くないですね、全然。音も全然悪くない、悪くない。まあ、硬さがあるからまだね。ああ、まあガンガン使うもんではないんですけど。そうだよ、これいつ使う。練習試合とかアップじゃないですか。アップ、あとキャンプ、キャンプ、プロか。はい、冬トレ。
いいっすね、新鮮ですね。やばいねこれ。やばいっすよ。サイズちょうどいいこれ。あ、じゃあ買いますか。いや、ワンチャンに買おう。やばい、眩しい。そこ、あ、ここやばくないですか、この時。いや、新鮮ですね。いや、もう、あの、撮る時の反射も眩しい。あ、使ってるこっちも眩しいなっていう。で、そうですよね、絶対そうですよね。うん、普通に撮れるんだよな。うん、ちなみに自分撮ったことないんですよ、まだそれ。はい、そのレベルなんで、今回。いや、ポケット深いんで撮りやすいですよ。あ、投げやすさはどうですか。僕サイドで横型なんで、それはまだちょっとあれですけど、ここから投げる人にはめっちゃ向いてるんじゃないかな。なるほどなるほど。まあ試合では使えないんで、本当にコレクションか、まあ、プレゼントかみたいな。逆にプレゼントでこれもらったらどうですか。嬉しいですか。いや嬉しいです。嬉しいですか。グローブ大好きなんで。あ、グローブ系のプレゼントって。あ、確かに。さん、いい子ください。絶対金欲しいでしょっていう。お、めっちゃいい。おお、いい音。いや、生きてますね、肩が、あの人は。あ、投げやすい。いや、カセット地だから力も入りやすいし。おお。形はいろいろあるらしいんですけどね。はいはい。それはあくまでも、ってことで。まあ、練習でもこの色使ってて、おってなんだ。あ、そうっすね。まあ、テンポでこれ使ってたらえぐいな。確かに。はい、というわけでやってきました。これやばいね、やっぱ。どうでした、これ。やっぱやばいね、やばいね。これ持ってるだけでやっぱこうなんか存在感があるし、自分が目立つかなみたいな、この中でね。はいはいはい、はいはい、だし逆にキャッチャーやってて、こう取る側もなんかちょっと眩しいな。あ、ピッチャーが輝いて見えるみたいな。確かに確かに。まあ、そのインパクトとしては野球人目線でいくと、みんなの目に留まるグローブかなと思います。でも型とかそういうのはまあ全部置いといて、もうまずはもうこの見た目が、はい、眩しいですもんね。あ、 100% これがあの気になっちゃうんで、うん、これオーダーした方がいいんじゃないですか、皆さん。やばいっすね。目立ちたがりの人。プレゼントにいいっすね、優勝とか。そうっすね。はい。結婚名刀とか。あ、そうっすね。就職名刀とか。どうっすか、龍平さんは。投げるとき、輝きすぎて気になるなっていう。あ、そのレベルでめっちゃ輝いてましたね。なるほど。はい。現場からは以上です。はい。いやいやいや。少な。コメント少な。まあ、さっき喋りましたからね。はい、というわけで今回はこちらの赤木グローブ、このシルバーのめちゃめちゃ目立つこのグローブを紹介させてもらいました。大井くんのチャンネル概要欄貼っておきますのでチェックよろしくお願いします。はい、というわけで本日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。さっぷい。11月のプレゼント企画、よいしょ、行きましょう行きましょう行きましょう。こちらね、玉沢のグローブ、こちら、はい、視聴者プレゼントということで、僕らが実際に1回使って片付けもしてある状態で、はいはいはい、プレゼントします。これ重要なのか、重要なのか。いや、もうそれだって伝統の玉沢さんだ、ね、そう、伝統の玉沢さんなんで。で、これを使った理由とかもらった理由っていうのは、まあ、前原スポーツさんからこちらいただいたんですけど、1万人達成しておめでとうっていうお祝いでいただいたんですよ。うん、で、こちらを視聴者さんに、翔平 TV は視聴者さんにプレゼントしてくださいねって言ったんですけど、まあ初めてのキャメルのグローブ、どんなものかちょっと見てみたい。ちょっと使ってもいいですかね。使ってノックして片付けつけて、その状態で、まあ、プレゼントするっていう話を。まあ言っちゃえば、でも片付け済みだからすぐ使えるって言ってでは、そうですね、言い訳だけどね。そう、ロンT120 あの飛ばす翔平が使ってたグローブです。守備じゃない、ね、守備じゃない、ちょっと違うか。背面はね、綺麗なんですよ。背面綺麗ですけど、まあ、補給面はまあしょうがないですよ、ね、磨きます磨きます。良平、うん、さんの手入れをした状態で、綺麗にした状態で送られるんで、責任重大。汚すだけ汚してって。こちら応募条件がいくらかあるんですけど、動画の概要欄に一番上に貼ってます。前原スポーツさんのインスタグラムをフォロー、はい、そして翔平 TV のチャンネル登録、そしてこの動画今後ね出るであろう発表までの動画に何回でも OK、 熱いコメント、前原スポーツさんのグローブ欲しいです、玉さんのグローブ欲しいですとか、熱い気持ちをコメントにぶつけてください。それで11月末に発表します。10月まで発表しないんで、ちょっと先に言っちゃうんですけど、11月30日に当選発表しますんで、まあ、こちらももらえるということで、今ね、10月末はデサントのグローブ、内野手を、はい、で、11月がこちら。なので皆さん、ぜひともチャンネル登録、コメント、高評価、インスタのフォローよろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価、よろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。